1960年代から1970年代の西ナイル地方1、プラス2から1950年代まで西ナイル地方と呼ばれた地域1、西ナイル県1960年代から1970年代、2から1960年代以降のもと、マディ県西ナイル地方は、ウガンダ北西部の地方、中央スーダン系のマディ族、ルグバラ族、アリンガ族、 ナイル系のカクワ族、アルール族、レンド族、ムド族などが住む。ウガンダの民族、言語分布1871年、ムハンマド・アリー朝により征服され、ムハンマド・アリー朝のイギリス降伏に伴い、営業スーダンに組み込まれたバハル・エルガザルの南の城、ナイル川西岸の地域で、マフリーの反乱で、実効支配を失ったイギリスにより、今後自由国に、 ラドトビチとして1894年から1910年まで咀嚼された。ベルギーから返還されるとその南部が1912年に英英領ウガンダに編入され、西ナイル州とされた。ムセベニ政権が広域自治体を廃止したため、2008年現在は単一の行政区域や地方として扱われず、北部に区分されアルーア県、コボコ県、マラテレ県、ネビ県、モヨ県、 ユンビ県などが置かれている。1937年王熱の研究者が、この地方の熱病の女性から単離した未知のウイルスはこの地方にちなみにシナイルウイルスと命名された。ありがとうございます。